もうあやさん涙ちょちょぎれるぐらい嬉しいそうです。いやいやあやです。へいです。あやはやチャンネルです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は1学期お疲れ様でした。はい、今さっき帰ってきたばかりを2人襲撃して捕まえました。1学期いろいろありましたね。はい、まあ、中止になったものいろいろとあったりとかして、でも今からっていうか明日から正式にはあなたたちにはバカンスが待ってます。何ですか？夏休み。はい、もう夏休みウキウキしております。夏休み中のラジオ体操とかプールとかはもう中止になったんですけど、うん、まあ、ママたちもあなたたちを楽しませるためにいろいろ考えております。はい、で楽しんでもらえればなと思っています。はい、思っています。はい、なんですが全国の皆さんどちらでしょうか？嫌なことは先やりますか、あとやりますか？あと先。はい、あやはやたちも分かれてるんですけど、今もう目の前にあやはやたちの夏の宿題を出してもらいました。はい、ということで今回はあやはやたちどんな宿題がどれぐらい出てるのかっていうのを他の学校のことを比べてみたいと思います。はい、他の学校の子っていうのは視聴者様のね地元だと思います。あやはやたちの学校は近隣の学校に比べて宿題が多いことで有名です。はい、有名です。じゃあ小学4年生6年生の子がどんだけ宿題をやらなきゃいけないか教えてください。せーの、レッツトライ。じゃあどちらからいきますか？はい、じゃあ早からいきましょう。はい、そうなんですか。一つ目いきますよ。はい、読書感想文、夏の友。夏の友、あ、ちなみに夏の友って皆さんご存知でしょうか？こちらですね、4年生はこちら、6年生はもうちょっとちらっと見えてるんですけどあります。これね、これ何があるかって言ったら読み物や1学期の復習ができる問題があります。嫌なのは読み物読んだ後に何しろって言われてます。感想書けてると。はい、あやさんの学年は感想を書いてください。はい、はやの学年は読んだところに日にちを書いてくださいって言われてます。それったらまだいいやん。いや、とりあえず読めばなんですけど、まあ、あのそこそこの厚みがある本になってます。火災を予防するポスター。あ、そうよね、あの他の学校にもあるのかな。学年ごとにこれは絶対提出してくださいっていうものがあって、はやは火災予防のポスターを書かないといけないらしいです。うん、今年何しよう。毎年ね、頭悩ませてます。はい、自由研究。はい、自由研究はあの名の通り自由かと思いきや、これね、あの絶対提出しないといけないやつで、社会科、科学、統計、地理の中からどれか選んでやらないといけないものです。ちなみにハヤは何選びましたか？科学。はい、科学です。じゃあ次の課題お願いします。その他の応募作品。その他の応募作品はなんかね、一覧表があるんだよね。こういうのを夏で募集してますっていう一覧表があって、その中の一つ以上をやってくださいってことでした。はい、ハヤは貯金箱。はい、あの郵便局のね、貯金箱の募集のやつをやるそうです。はい、毎年毎年やってます。はい、夏の暮らし。あ、夏の暮らしっていうのは日記みたいなものです。はい、毎日毎日いろいろ書かないといけない。一言書いたりとか、あと運動しましたとか健康ですとか勉強しましたみたいなことを一応書くものですね。はい、課題プリント。課題プリント、あ、これ毎年あるんですけど、もう先生の愛情が込められた、はい、宿です。あの先生の愛情が重たいほど感じられるプリントです。これはやのなんですけど、こんな感じです。多くね。おっと、まあね、休みが多いだけありますね。あやのが多いわ。はい、あやは何枚って言った？10枚って言ったっけ？各10枚かける3円で30枚。あ、やだやだ。はい、夏休み生活リズム点検カード。あ、これはあの検温の方のやつですね。1家庭1ボランティアカードチャレンジ。まあ、いわゆるちょいボラをしてくださいと、お手伝いしましょうっていうやつですね。まあ、いろいろ決まってますね。いろいろあるんですけど、草取りにしろ、ママのお手伝いにしろ、パパのお手伝いにしろ、やらないといけないらしいです。ボケーと過ごしてちゃダメらしいですね。はい、夏休み絶対潰すけどね。とか楽しみじゃん。 あとは図書の本。あ、借りてきた本読んでくださいですね。はい、でしかも学校に貸し借りに行けるんだよね。うん、はい、で最後は自信ノートで、自主ノートもやる人でもやらない人でも大丈夫ですよって言われています。うん、ハヤはやります。はい、ハヤね、
学期末寸前にね、とんでもないテストの点数を叩き出してママたちヒヤヒヤしてます。あなた2学期大丈夫って。ちょっとそれではいけないので、ちょっとママから課題を出したいと思っています。そう、隠れない隠れない。はい、以上ハヤの勉強になります。はい、これもそこそこあると思います。次、あやさん。はい、夏の友、自由研究。はい、あやさんは自由研究は何にしたんですか？展示です。展示ってことは社会科のやつだね。はい、夏の暮らしです。あー、さっき入りたいですね。それに6年生は早く短歌。あ、そっか、あの6年生は一言日記じゃなくて一言俳句、俳句ですねを作ってこいと、あの先生からね、あの宿題が出されております。振りまくってんな、はい、先生の愛情たまりの分です。もうあやさん涙ちょちょ切れるぐらい嬉しいそうです。いやいや、愛情たっぷり。でもあやさんごめんなさい、あのママはあやさんについては一切心配してません。うん、あやさんね、大体ね7月までに全部やっちゃうので、ね、昔のママと一緒です。嫌なことはさっさとやって、あとはエンジョイするタイプです。読書感想文、あ、はい、人権啓発作文、作文とポスター、ポスター2個あるんだよね。家庭科実践、あ、そう、お家で料理作ってください。お、楽しそう。ただあの前はタブレットでやってたんだよね。だけどそれタブレット持ち帰りできないからっていう話をして、あの盛り付けた写真だけで撮ってこいって、はい、してくださいって言われました。わあ。あとは夏休み生活リズムカードと一家庭一ボランティア。あともう一つ自由課題がありましたよね。あと今年は習字をやります。はい、はやがね、あの貯金箱やったと思うんですけど、あやさんは習字をやるそうですっていうのがあやはやたちの夏の宿題になります。 いかがでしょうか、多いでしょうか、少ないでしょうか。多いよ。あやはやたちの周りの地域の中ではこれでも多い方です。ひょっとするとこれよりか多い小学校もあるかもしれません。あんの？はい、少ない学校もあるかもしれません。いやー、羨ましい。はい、その中でもうすでにやってやる宿題もありますね。はい、何ですか？読書感想文。同じ。はい、あやはやたち読書感想文もうすでに終わらせております。なぜかというと、読書感想文の書く本っていうのが夏休み始まる前に回ってるんですよね。なのであらかじめ下書きをして、この間もらってきた時に清書書きしております。はい、あとは自由研究。はい、あやさんもファイルがあるんですけど、自由研究あやさんの方はもう8割方終わってます。はやは2割ぐらい。2割やねでもまだ早い方です。始まってませんから、あのお互いにどんどん減らしていってください。はい、ママからの課題をちょっと言いたいんですけど、あやさんはごめんなさい、ママが夏休みお仕事行くとき午前中カノさんのお世話をお願いします。カノさんね、あのおトイレの間隔が長いので、多分ママがお仕事行っている間1回だけトイレ行けば間に合うと思います。しかも本人トイレ行くっていうので比較的楽です。はや、あなた夕方自転車の練習に行ってください。毎日？まあね、毎日すっごい暑い日はいかんし、大雨降っとる日はいかんけど、まあなるべく毎日行ってください。なんでかというと、あやはやの地域自転車がないと困るんです。ひょっとするとカノさん3歳になると自転車練習始めます。カノに抜かれます。うん、お兄ちゃんの面目潰れますよあんた。以上が夏休みの課題とお話になります。あと一つ、あやさんにお手紙が来てます。あ、知っとる。もうだってあれよ、クラスで聞いた時さ、誰もさ、ええー、とか言わなかったよ。もうみんな予想しとってるはい、届きました、不幸の手紙があのね、あやさん去年宿泊研修できませんでした。お泊まりって憧れだったんだよね。なので修学旅行行けるのワクワクしてたんですよ、お泊まりで。なんですけど県の方の方針でお泊まりができなくなりました。あら、え、なのでホテルをキャンセルされております、もうすでに。いや、で行き先地も未定になりました。あら、で一応バスの契約は継続してるので、日帰りで行って帰ってくるっていうのを今予定して、学校の方が頑張って動いてくれてます。ということで長々話しましたが、あやはやたちの宿題スタートしました。でこの宿題いつまでに終わらせないといけないか決まってます。はい、書いてありましたね、袋にね。自由研究類は8月の中間でいいけど、この愛情プリント類はあの次の投稿9月1日まで。そう、あのね、
あやはやたち中間投稿になるものはないんですけど、宿題を提出しに来てください期間っていうのがあって、その期間に持ってかないといけないんですよ。それがお盆後すぐなので、お盆前には全部の宿題終わらせてください。あやはやたちは無事宿題を終えることができるでしょうか。でも今年多いやん。もうね、何やねん、人間意味わからんし、さ、参加は無理やて、多分書いてよね。ねえ、本当にやめてよ、やめてよ。ママたちも通った道。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。もう行くの、そのバカンスに出かけるはい、皮ちょっと置いて。怖い。メガネだけなんとかして。登場中のハンター。あげる。あげる。わかる。まあ、かぶってみて。うわー。